い、神社の順でございます。本日は異教徒バスにやっていこうかと思います。果たして最高ダメージを出すにはどんな編成とどんなスキル回しが必要か、ちょっとやっていこうかと思います。では参りましょう。スタート。はい、ということで本日は異教徒バスの方やっていきますが、皆さんどうですか？もう2週目に入っていますが、やっぱりこのシークレットショップで買えるポイント、こちらの異形のモンバを飛ばす上で破片系かなりガポガポ入ってくるようになりましたね、今までに比べて。だから相当周回も鍵の量が減った分っていうのもありますし、手に入ってくる破片の量も増えたんです。かなり楽になりました。まあ僕は今回第1章の方ではゴールドまではちょっと取ってないんですが、他のものはまあ全部取りましたと。で第2章に関しても今6000も結構溜まってますね。もうちょっとでアイテム系は終わるかなと。でまた来週月曜日、まあ明日になったらおそらくですが、この修正源であるアスト鉱石の神話銃っていうのがこちらがねまた解放されるので、まあこの辺をちょっと取りに行こうかと思っております。だいぶ楽になりました。もうめちゃくちゃ張り付いて最後の 2,3 日で行くっていう風なことはなさそうですね。うん、これはかなり楽になりましたねということで、まあ中身のボスの内容的には全く変わってないので、まだ動画としてどんなようなスキル回ししてるとか、どんな編成で試してるかとか出してなかったので今回やってみようと思いますと。現在私の守護者ランキングが 58? あ、じゃあこれ累計ですね。最高ダメージが 48? まずまずじゃないですかね。はい。もうファラファイ17さんの180万、これはね相当すげえな。わあ、これは相当すごい。このギュスターブさんですら170万ですからね。あ、ケビンさんもいるね。やっぱこの辺まで行くのはちょっとね僕も無理ですけど、一応、158万出たところでございます。ちょうどねその時に動画撮っていたので、その動画ね後ほど見せたいと思いますが、まず私の編成はこちらでやっております。でね、メイワンバック、そしてルーディ・エルニア、あとはこのスクルトと、まあミコの、まあ異教徒バス戦キャラクターたちが、名を連ねているという感じで、ペットの方はクリで行っております。ペットですが、もう僕はもうマックス値出ましたんで9000をちょっと使わせていただいております。あとはですね、一応装備が全くもって一応関係ないステージじゃないですか。ただこれをやっていて感じたのはやっぱり教本とかでしょうね。教本、自分がやっている教本では16の4、一番初めの1ページ目から言うと、まあここの敏将を上げることによって神話攻撃が多少出やすくなってんのかなと思ってちょっと敏将を上げておりますと。で2ページ目の敵の反撃率が 20% 減少、まあこれも抑えですね。もう敵が反撃してきたり通訳攻撃してくると時間がかかってしまうのでいいスコアが出にくいという感じになっておりますと。そして3ページ目4ページ目、眼差しでまあダメージ量アップで、ここの反撃率減少ですね、これも一緒のような感じで使っております。まあ戦術に関しては、16の4、まあ全ての味方の一人攻撃スキルのダメージ量が 20% って、もう一人攻撃のスキルって使わないからね、まあなくてもいいかなという感じは感じですね。はい。プレイしてて思ったのが、やっぱり先ほど紹介していた方々のスコアに行くにはやっぱアーティファクトが結果的にこれダメージとか乗ってきます。装備は関係ないにしろ結局ね、このアーティファクトのレベルが高ければ高いほどダメージとかが出ているはずで、やっぱりね、これね10までいくとね攻撃力上昇、メインが物理系なんでね、こちら物理系の攻撃力上昇の神話攻撃率もアップする、でクリダメも 20% 乗ってるっていうのはね結構でかいんじゃないかなと思います。はい。最後にバトルギアの方ちょっとご紹介しておきましょう。まあね、ちょっとポイントがポン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 入ってくるから結構上げすぎたっつったら上げすぎました、私。はい。
ヒットポイント10まで上げました。で、攻撃力、魔法力も10。上がってないのはこの防御力上昇が8で、まあ一応反撃率もマックスまで上げました。ここは僕個人的ですけど7まで上げた方がいいと思います。7まで上げることによってスコアがちょっと伸びたっていうのがあったのでちょっと7までいきました。で、ブロック率、これもいらないっつったらいりませんね。はい、7の5です。あとはこの攻撃力減少だけ全く上げてません。はっきり言って金の守護者系が、魔法力減少欲しいのでこっちを上げましたけど、銀の方、銀閣と僕が呼んでいる初めの方に出てくるタイプ、あっちはスコアを伸ばすのが難しいんで、もうほぼほぼあっちでスコアを伸ばすようなことしないんで攻撃力減少はもう入れてません。すぐ死ぬためにこう火力はちょっと上げといてもらっております。あとこの辺はちょっと全部わざと上げちゃいましたね。とりあえずあいつの手数がなければ運よくこう回ってきますんで、この辺は上げてます。特にこれ今回やったのはリナを連れていくか別のキャラを連れていくかってことに悩んだので結構ヒットポイントとか防御力上昇も入れたんですけど、リナなしだったらこれもなくてもいいかなという感じでございます。はい、では早速ですがやっていきましょうか。まずはメインの下、そして上という運びでいきましょう。で、ここの一番初めのポイントなんですけど、神話スキルメインの一発だけだと成功っていう僕の中では思ってます。2回出ちゃうともうタイムオーバー系になるんで1回がベストなんだよね、初っ端な。そんな危機が僕の中ではしておりますと。で、2回上下で打ったところで覚醒スキルを打てるまではいかない。ここだとやっぱトドちゃん入れてる編成とかに比べると違うんですよね。で、今のところを見てみますと、じゃあスキル何使うのって言ったら僕は全く一切スキル使いません。この神話攻撃を出すことによってスコアをどんどん伸ばしていくというやり方をします。なのでこのままいったら下のスキルをもう一回離します。あと5秒か。ここで反撃打って2-1ドンでいけた。もうスキル的には必ずメインのスキル下2回、上1発打たないと覚醒スキルがね結構たまらないっていう点があります。それがちょっとね難点って言ったら難点ですが、もうひたすら神話攻撃でスキルというかスコアを伸ばしていくやり方でやっておりますと。なのでここでルディ連れてきてるっていうのはもう神話攻撃率アップ、もうそれだけ要因ですね。はい、はっきり言って。で、エルニア連れてきてるのは5人ダメージのスキルが、ダメージ力アップしてくれるので、まあ、連れてきてるっていう感じでしょうかね。あとはクリティカルと、弱点に関してはもうスクルドと、ミコがいるんで、まあ、火力に乗るというかですね。そうだね、こっからかスキル回しが僕もちょっとね悩んでるとこだけど、ひたすら待ちます。で、これ見てもらいますと下のスキルがあと20秒、つまり打てるかどうかが微妙なところなんですよ。この2分ぐらいのところで下のスキルが使えないタイムが出ていたらもうだいぶオーバーでダメですね、失敗という感じになっちゃいますんで、なんとか回ってきた。これ打って覚醒スキルがおそらく溜まってもらうんで、相手が打ってきたらこれでズドンですよ。これでズドンでスコアが伸びると。で、この覚醒スキルを打った後も一発神話攻撃が出る時があるんですよ。ここですね、追加攻撃で。これでさらに伸ばして、150万という感じでございますと。おい、ということで158万ぐらいなんですけど、皆さんどういった形でスキル回してますかね。正直僕も多分自分の中ではこれが一番伸びるかなと思ってるんですけど、トドちゃんを入れた編成でももちろん何度もやってみたんですけど、この150を超えれるかって言ったらトドちゃんだと150超えれないんですよ僕の場合。やり方が悪いんだと思うんですけど、となるとまあトドちゃんの場合だと
神話スキルっていうよりかどん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 スキルを回していくことによって高得点が出るような形にはなるんですが、まあ僕はこのやり方でとりあえず前回もランクには入れたかなという感じです。特に別にね、これ最高ダメージ48になったらこれで何かくれるって言ったら何もくれないんですけどはっきり言ってまあそうだよね、別になんかアイテムくれ報酬とかくれるわけじゃないんだもんね、きっとね。ただこの討伐実績の皆さんね、最低限100万かな、100万以上達成っていうのを目指したかったらちょっとねこれやってみるといいかもしれません。討伐戦に関して言ったら装備とか関係ないから条件的に同じような形でできると思うんで、もう最低限100万はね突破してみてくださいということで、ということでついにリミテッドアリーナが明日やってきて通常アリーナが休止という感じになりますが、果たしてどんな感じになるんでしょうかね。ちょっとこの辺はね明日やってみてまた動画でご報告してみたいと思います。では本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョコチャンネル登録していってください。バイバイ、ありがとうございました。